伊坂隆伊坂隆から1949年6月19日は、日本の実業家、政治家、貴族院直選議員、数密顧問官。日立国茨城郡水戸で、水戸藩市、伊坂剛の三男として生まれる。茨城県尋常中学校、第一高等学校を経て、1896年7月、東京帝国大学法科大学を卒業し、 東洋汽船会社に入社。以後、東洋汽船会社取締役兼営業部長、横浜海上火災保険専務取締役、同社長を務めた。経営破綻した74銀行の整理を行い、受け皿となる、横浜更新銀行を設立し、副頭取、頭取を務めた。1921年4月、横浜商業会議所会頭に就任し、 関東大震災の復興に尽力した。その後、横浜取引所理事長、東京ガス社長、三井銀行取締役、日本工業クラブ理事長、日本経済連盟会会長、日本証券取引所総裁などを歴任した。この他大日本産業法国会審議員、体制翼産会総務を務めた。1944年11月1日、貴族院直選議員に任じられ、 1945年11月24日まで在任。同年11月20日に、枢密顧問官となり、1946年6月13日に、異顔面本官となり、公職追放となった。この間、鉄道運賃審議会会長、大倉省顧問、終戦連絡中央事務局参与などを務めた。ありがとうございます。